先月発生した秋田・山形豪雨の被災者に貸し出す車の維持費などに活用されます。秋田山形のですね、災害も先週からですね、貸し出しの支援を開始いたしました。今回のような寄付っていうのが非常に僕らの力になりますので、本当にありがたい機会だなというふうに思っています。さて、続いてはこちらの冷たくて美味しそうなジェラートです。このジェラート、実は東北大学の留学生が地元企業と共同で開発したものなんです。その名も旅するジェラート。世界旅行をするような個性豊かな味が揃いました。エスパル仙台東館のキッチンカーで販売されているのは、アメリカやスウェーデン、インドネシアなど東北大学で学ぶ世界各国の学生たちが出身国の味を再現した9つのフレーバーのジェラートです。鮮やかなピンク色が目を引くこちらは、中国でよくお菓子などに使われる山ざしを使った一品です。暑い夏にぴったりの爽やかな甘酸っぱさが特徴です。幼い頃から食べて、でも日本に来てからなんか山ざし全然見たことはない。だからなんか中国でも山ざしはよくアイスクリームの中に、使うから、日本でみんなに食べさせたいと思う。世界旅行をするような個性豊かな味が魅力の旅するジェラート。東北大学が初めて留学生を受け入れてから120年を迎えるのを記念して、東北大学の留学生たちが名取市でジェラート店を運営する地元企業とコラボして企画しました。商品開発の過程では、留学生たちが企業とともに県内の牧場や果樹園を視察、プレゼンを重ねて販売するフレーバーを決めたということです。視察で体感した宮城の食の魅力を生かそうと、留学生たちがJR フルーツパーク仙台荒浜で収穫したカシスを使ったフレーバーもあります。自分の国でビジネス始めた時とかに、僕個人としては宮城から物をいっぱい買ってもらいたいんですよ。長い目で見た時にそういうきっかけの一つになればいいなというふうに思ってます。旅するジェラートは今月14日までエスパル仙台東館の特設スペースで販売されます。フレーバーを考案した学生たちが店頭に立つ日もあるということです。ここで先ほどお伝えした土砂災害警戒情報についてです。先ほど仙台市西部の土砂災害警戒情報は解除されました。栗原市西部、大崎市西部、上町には依然発表中です。続いては、旧優生保護法の被害の実態と残された課題を関係者の証言から明らかにするシリーズ傷跡です。2回目の今日は、不妊手術を執刀した産婦人科医です。私はここにいちゃいけない。